8月17日に、はい、並木義和さんとコラボレーションをしていただくんですが、はいはい、並木さんのことはご存知でした？名前は聞いたことあったんですけど、今回で初めて動画をいくつか見させてもらいまして、どんな印象を受けました？まあ、なんていうのかな、俺はもうなんかね、スピリチュアルのことっていうのが一周回っちゃって、でも話せばそれも長い話になるんだけど、自分はもう今あんまりこうどっちの方向を向いて生きるとか、何を しなきゃいけないとかってことをもうそんなに意識しない生き方をしてるんです、今。ただあと人に何かを伝えるっていうことを自分の役目にしたくないって気持ちがあるんで、そのスピリチュアルのことに関して。なるほど、うん、で自分は自分の中で、まあ、知り合った人間に言ったりすることあるんですけど、でも自分がなんか伝道師になるみたいなことをしたいって思ったことは一回もなくて、並木さんという方はそういう役目を持ってるんだろうなと思った。だからなんだろう、やっぱりさ、人に物を教えるのって大変だと思うんですよ、物を伝えるのって。じゃあお前どうなんだよっていうところに必ず返ってくるから、でそれが嫌だから俺はやりたくないんだけど、でもやっぱそこをね、ちゃんと背負ってやってる人なんで、まあ、そういう役目の方なんだろうなって、なんかそんな風に思った。だからまあ会って話をしたら、なんか俺が説教されるのかもしれないけど ないですと、とんでもないです。いやいやいや、でもなんかまあ伺いたいこともあるかなって感じ。井田さんにとってクリエイターって何ですか？いや、クリエイターっていうのはやっぱりみんなオリジンっていうかさ、点になりたいっていう人だと俺は思うんですよ。その誰かの作ったものをなぞっていくっていうんじゃなくて、自分が起点になりたいっていうところからクリエイターになりたいっていうのが始まると思うんで、だから何かゼロからものを作り出す人間になりたいっていう人たちじゃないですかね。今回ね、その制限を外すっていうことで、可能性を無限にしていきましょうっていうことなんですけれども、まあこう狙ってやるよりも、もうダメかもしれないけどやりたいことをやるんだって時に爆発的に何か生まれるっていうものを井田さんも体験されてると思うんですけれど、こう守りに入った瞬間に、それはいや70点でいいんですって言ったら70点出すのは実は至難の業だとか、そんなことはありますか？俺はいつも言うのは、これは役者に例えて言うけど、5番手ぐらいでずっと行きたいって行ければいいってやつは大体仕事なくなるんですよ。で、主演を狙ってるやつがやっと2番手とか3番手になれるっていう世界なんで、最初から5番手でいいって思うなっていうふうに言う。だからそういうことだと思う。なるほど。その今の70点の話は、うん、だから自分がもう、ね、今のクリエイターの中で一番トップに、トップっていう、クリエイターでトップっていうのはおかしい話だけど、どんどん上に行きたいと思ってるやつが初めて現状維持できるみたいな世界だと思うんで、70点でいいっていうふうに思って生きている人って実はそんなに本当のクリエイターの中にはいないと思う。職業的にね、テレビ番組を作ってる方たちはそういう生き方をしてる人はいると思うけれども、本当にクリエイティビティを追求している人の中でそういう発想の人はいないと思います。なるほど、うん、だんだん時代が変わっていって、うん、サラリーマン俳優的な、うん、そんな考え方をする人っていないんですか？それは俳優じゃないんですよ、本当は。へえ。俳優っていうのは俺はある種の変態だと思うんです。なんでかっていうと、俺よく言うんですけど、一生のうちにね、こんな恥ずかしい顔を人に見せるっていうのって、普通の人は、まあ普通の一般の方だったら10人いないですよ。例えば自分が本当に好きな人にキスする顔とかね、セックスをしてる時に気持ちいいっていう顔を一体一生何人に見せるか、
って言ったら、まあ10人ぐらいだと思う、まあ、100人とか1000人の人もいると思うけど、でも役者はそれ100万人以上が見てくれて、それ快楽に感じなきゃいけないわけだから、でそれがほんで、そういう私のそういう顔を、俺のそうこんな姿を見てもらって嬉しいっていう、俺は表現したんだっていうふうに自分にプラスにも思える人が俺は本当の役者だと思うんで、役者はやりたいけどこれは見せたくない役者をやってるから CM 決まるから嬉しいみたいな生き方はをしてる人は本当は役者じゃないと思う。なるほど、うん、昔クリスチャン・ベールっていう、うん、私結構好きな俳優さんで、うん、憑依させるっていうか、うんうん、もうそのものになるんだ自分はみたいな人いたんですけど、うんうん、こう憑依的な演技をすると疲れると、うん、なのでやらないようにしましょうみたいなことが書いてあったりするんですが、うんうん、飯田さんはどう思われますか？タイプとしては2ついて、憑依するみたいな芝居をする人は本当にこう発想の外に出るような面白い演技をしたり、こう動きをしたりするんで、それはもうそれで素晴らしいんだけど、確かにね、毎回憑依するっていうのはすっごいね消耗につながるんで、それから寅さんとかみたいなものだったらいいけど、殺し屋の話で毎回殺し屋に憑依してたらやっぱその人おかしくなっちゃうよね。だからそれはもうやり方がいろんな方法があるんで、どれが一個正しいっていうには言えないけど、そのクリスチャン・ベールの言ってることはすごいよくわかりますよ。もう憑依型の人ってのは必ずいるんで、で大概名優って言われます。それはそうなんですね、うん、やっぱり人の心を打つわけなんですね、うん、でもそういう俳優さんと仕事をもしするってなったら、監督としてもすごくこうコミットをするような現場になっちゃうんですかね。いや、どんだけ気候を許してやれるかみたいなまあ俺も鬼人って言われるから、変わり者って言われるからね、何とも言えないけど、やっぱり役者は役者で社会人ではないですから。ああ、うん、もう欠けてるとこいっぱいあると思うんですよ、人間的に。でも俺も普通の社会人じゃないんで、欠けてるとこいっぱいあるんで、そういうやつらがお互いどうやってやっていくかっていう話ですよ。ただ最初の話だと、いや結局は人間力なんだよっていうところで、うん、こう欠けてるものも含めて深みとか厚みとかがあるものが、うん、こうフィルムを通して出ていくってことですかね。いやもうね、演技ってだって日常で話してたって、例えばさ、相手が怒ってたり泣いてたりするけど、お前さ不利だろって思うのと、これマジだなって思うのっているじゃないですか、はい、同じですよ。だって泣いてるフリしてるにしか見えない演技平気でしてる人いるじゃないですか、うん、喜んでるフリしてるけどお前喜んでねえよなみたいな演技平気でする人もいれば、うん、本当に心から喜んでる芝居する人もいるし、うん、で僕の作り手の仕事はやっぱりそれを選別していくことだと思うんで、でいかに本気で喜んでもらえるように見せるか、うん、いかに本気で泣いてるようにね、見る人が思うように見せるか、見せられるかっていうのが演出する側の仕事で、役者はそれを本気でやってるように見せるのが仕事なんで、うん、だからそれは本当の役者だったり本当の演出家だったりすると思うし、でもうん、映画作りの中でも台本通りじゃない人っていっぱいいますか？場を読む力ですね。要は自分がこうやってもこう動くだろうって把握してるからそういうふうにするんですよ。最初から別に下書きがなくて、その時思いついたことを自分がやってもこの場は通用するっていうところまで思ってるからやるんですよ。ああ。役者さんってそういう人ばっかりです。あ、そうなんですね、うん、でもそれで伸び伸びできるから魅力が出るわけで、まあいろんな人とやってきたけど、まあ
自分も含めてみんな子供みたいなもんなんで。そっか、そうなんですね。そうですよ。だってね、もうみんなを率いるリーダーの役とか、うん、男でもうやりたがる役者とかいっぱいいますよ。だけどさ、本当にそれやりたかったら役者になってないよ。いや本当に人助け、千人人助けする人間になりたいとか、国のトップに立って、うん、でリーダーシップ発揮したいって思ってるやつはやっぱ役者になろうとは思わないですよ。なるほど。一部上場企業の社長になりたいと思えばそっちになってるってことですね。なるほど。いろんな役を やりたい、かっこつけたいってやつが役者になるわけだ。なるほどね。かっこつけたいか、うん、みんなに人気、好きだ好きだって言われたいとかさ、うん、いや俺それは同期でも全然いいと思うんですよ、うん、そのクリエイティビティという意味で追求できるやつだったら、うんうん、格好をつけたいとこの人は思ってないって人はいないんですか、汚れ役とか。いやそれも表現の仕方で、そういうのをやりたいって思ってる人がやるわけで、だから俺変態だっつったんですよ。なるほど。じゃあ3枚目とか、うん、そういう方でも皆さんある意味違う角度の格好つけたいで、もっと自分を見てほしいって気持ちがある人しかやらないだと思いますよ。あとこうもちろんなんか普通の仕事したくないっていうとこから来る人もいるし、うん、やっぱりなんか自分を表現したいって思うんでしょうね。その役者って本当に特別な世界だと思うんですけど、うん、その例えばこの YouTube を見てくださってる人や、セミナーに参加してくださる方はもちろん映画業界とかテレビ業界の人なんてほとんどいなくて、ただみんな自分を発信したい、分かってもらいたいとか表現したいとかあると思うんですけど、こう全然業界関係なくこんな風にみんな表現したら、まあ、今 SNS があって自分表現できるんですけど、なんかこう表現するってこんなことみたいなことをちょっと教えて、最後に教えてもらっていいですか。いや今は誰でも表現できるんで、うん、もう質も関係なくなってるから、自分で自分にどれだけこう自分のハードルをどこに持っていくかってことだと。やりたいことはすぐできるわけだから、その表現っていうか発信っていう意味では、うん、ただそれを受け取ってくれる人がどのくらいいるかとか、ね、本当にこう人気になるための、ね、マニュアルっていうのがあって、まあ、毎日一つ動画とかさ、短いものにするとか小ネタ絶対入れるとかいろんなことがあるけどそれで人気になりたいっていうことが目標なのか、自分のハートで思ってることを本当に伝えたいっていうことが目標なのかとか、それ自分にし本人にしか分からないんで、まあ、やりたいことやればいいんじゃないかっていう気がする。その自分が何をやりたいのかが分からないってことは往々にしてあると思うんですよね、うん、例えば顔を出したくない人もいて、顔にお面かぶってるとか、でも自分の心の声は届けたいとか、その自分が何をやりたいのかが分からないっていう場合ってどうしたらいいんですかね。それはやめた方がいいと思います。やめた方がいい、うん、そんなことを人に相談するのはただの甘えだから。なるほど、うん、そっか、うん、自分のことは自分が一番分かってるはずなんで。だから今は昔と違って本当に発信したいと思ったら簡単に発信できる時代じゃないですか。だから昔は不意に落とされてたんですよ、発信したいやつら。みんな這い上がってきて発信してたんですよ。でも今這い上がる必要がなくなったんで、もう全部一緒なんですよ。 YouTube とかもうレベルの低いものも高いものも全部一緒でごったりになってるんで、だからちょっとね、YouTube とかなかった時代とはもう今全く変わってきてるし、 Twitter とかね、別にどんな性格悪いやつも、ね、いいやつも平等に発信できるわけだし、だからそこでのマニュアルはまた変わってきてると思うけど、なんか依存するんじゃなくて自分がやりたいことを本当に見つめられるかどうかっていうのは大切だと思う。それはもう自分も含め、自分もそう思ってやってきたし、やらないことに対して今までだったら
その映画のオーディションに受からなかったからは言えるけど、今は言い訳はだんだんできなくなってるってことですよね。そうですね。でも何においてももういろんなこうやっぱ優劣が出てくるんで、自分でどうやって見極めるかで、だから俺自身もこれからどうなっていくかとか全然わからないです。この映像シーンがどうなっていくかって見当もつかない。前だったら見当がつくことあったんですけど、今全くわからない。だから自分がやれることをどうにかやっていくしかないなって思ってるし、誰でもそうなんじゃないかって気がする。皆さん、この飯田さんとの YouTube 続くかも。一言。一言、皆さんに。あ、ちょっとなんか身になる話ができたかどうか自信ないんですけど、思ってることを言わせていただきました。ありがとうございます。バイバーイ。